皆さん、こんにちは。元乃木坂46で活躍し、現在は女優としてドラマなどに出演している白石麻衣さん。とても可愛らしい白石麻衣さんに、今までどんな歴代彼氏がいたのか気になりますね。中にはあんな素敵な女性を振った男性もいるという噂もあります。今回は現在女優として活躍する白石麻衣さんの歴代彼氏と噂された男性をご紹介します。白石麻衣さんと交際疑惑が浮上した歴代彼氏、1人目は専門学校時代の彼氏さんです。交際していたのは白石麻衣さんが東京スクールオブミュージック&ダンス専門学校に通学していた時期と言われています。白石麻衣さんと噂になった専門学校生時代の彼氏は、在学中にキスプリ画像が流出し、交際疑惑が浮上したようです。画像には白石麻衣さんと見られる女性が男性とキスをしています。しかし男女ともに顔が隠れていて、白石麻衣さんだと断定するのは難しいとの声が多いようです。白石麻衣さんと交際疑惑が浮上した歴代彼氏2人目はジャニーズ WEST メンバー重岡大毅さんです。映画内で恋人役を演じた白石麻衣さんと重岡大毅さん、映画のメイキング映像では手つなぎにはにかむ白石麻衣さんと重岡大毅さんがお似合いに見えたことから熱愛疑惑が浮上しました。その後2019年に M ステに乃木坂46とジャニーズ WEST が出演した際、重岡大毅さんが白石麻衣さんが出演中にガン見しており、先輩であるカトゥーンが出演中はよそ見をしていたことから、重岡大毅さんは白石麻衣さんのことが好きなのではと熱愛疑惑に拍車がかかる結果となりました。アイドル同士の恋愛ということで注目を集めた白石麻衣さんと重岡大毅ですが、その後熱愛が報じられることはなかったため、熱愛の噂は噂止まりだったのではと言われています。白石麻衣さんと交際疑惑が浮上した歴代彼氏3人目はキスマイフット2の藤ヶ谷大輔さんです。白石麻衣さんと共演した藤ヶ谷大輔さんは、もともと乃木坂46のファンで、ライブやイベントにもたびたび参加していたんだそうです。2014年には実際に乃木坂46のイベントに参加している藤ヶ谷大輔さんの姿の目撃情報が投稿されています。そして2020年1月29日には日刊現代により白石麻衣さんを口説いていた複数の男性の存在が明らかになりました。記事では白石さんはデビューして2年目くらいに民放の特別ドラマでやはりアイドルグループの B と共演しています。 B はこのドラマが初主演の記念作品だったと書いてあります。記事で名前が伏せられていましたが、ファンによりアイドルグループの B は藤ヶ谷大輔さんのことなのではと特定されています。白石麻衣さんと交際疑惑が浮上した歴代彼氏4人目は韓国人男性のテミンさんです。白石麻衣さんにはテミンさんという彼氏がいるのではと噂になったのは、流出したプリクラがきっかけでした。プリクラにはテミンサランヘヨと書かれていたため、白石麻衣さんとテミンさんに熱愛疑惑が浮上したようです。この白石麻衣さんとプリクラに書かれているテミンは K-POP アイドルシャイニーのテミンさんのことなのではないかと言われています。ちなみにプリクラが流出したのは乃木坂46に加入前とのことだそうです。テミンサランヘヨのプリクラが流出したのが乃木坂46加入前だったこともあり、白石麻衣さんとテミンさんが熱愛関係にあったとは考えにくいと見られています。白石麻衣さんは当時テミンさんのファンだったのかもしれませんね。白石麻衣さんと交際疑惑が浮上した歴代彼氏5人目は俳優の本郷奏太さんです。映画内でキスシーンを演じた白石麻衣さんと本郷奏太さん、白石麻衣さんの初キスシーンだったため公開当時は大きな話題となったようです。キスシーンを演じ話題となった白石麻衣さんと本郷奏太さんですが、2019年4月19日放映のダウンタウンデラックスに本郷奏太さんが出演した際、キスはバクテリアを交換する行為とコメントし、キスシーンを演じた白石麻衣さんがかわいそうと炎上しました。このようなことから白石麻衣さんと本郷奏太さんは熱愛関係ではなかったようですね。
白石麻衣さんと交際疑惑が浮上した。歴代彼氏6人目はキング&プリンスの永瀬廉さんです。白石麻衣さんと永瀬廉さんは共演期間中に同じ黒い帽子をかぶっていたとして交際匂わせ疑惑が浮上しています。また2020年の日刊現代で報じられた白石麻衣さんを口説いていた男性が永瀬廉さんのことなのではとファンにより特定されています。記事では昨年春にメジャーデビューしたアイドルグループのメンバーである A です。2人は昨年4月期に連ドラで共演していて、白石さんは教師役で A は生徒役でしたと書いてあり、この条件に永瀬廉さんがぴったりだったため、永瀬廉さんは白石麻衣さんのことが好きなのではとの噂が浮上したようですね。ちなみに永瀬廉さんとの匂わせなのではと言われていたこちらの帽子はファッションブランド幼児山本と乃木坂46がコラボして作成した帽子だったんだそう。とても話題になった帽子だったため、永瀬廉さんも気になって購入したのではと言われています。白石麻衣さんと交際疑惑が浮上した。歴代彼氏7人目は俳優の千葉雄大さんです。白石麻衣さんと千葉雄大さんは撮影中の雰囲気がお似合いに見えたことから熱愛疑惑が浮上、本当に付き合っているのではと噂が広がりました。お似合いのカップルに見えた白石麻衣さんと千葉雄大さんでしたが、その後デートの目撃情報などは投稿されませんでした。白石麻衣さんと交際疑惑が浮上した歴代彼氏8人目は関ジャニ∞の安田章太さんです。白石麻衣さんは乃木坂46に加入する前から関ジャニ∞の安田章太さんの大ファンだったんだとか。ちなみに安田のアンの名前でブログを運営したり、関ジャニ∞のイベントやライブに何度も参加したりしていたそうです。ちなみに安田のアンの由来は安田章太の愛人から来ているそうです。乃木坂46加入前から安田章太さんの大ファンだったと有名な白石麻衣さん。しかし熱愛報道などはなく、交際の事実は確認されていないようです。今後の白石麻衣さんと安田章太さんの関係が気になります。白石麻衣さんと交際疑惑が浮上した歴代彼氏9人目は俳優の佐野優斗さんです。映画のプレミアム試写会で白石麻衣さんのワンワン発言にガチテレした佐野優斗さん。そんな佐野優斗さんと白石麻衣さんがとてもお似合いに見えたことから熱愛疑惑が浮上しました。とてもお似合いに見えた白石麻衣さんと佐野優斗さんでしたが、熱愛報道やデートの目撃情報などは投稿されていないようです。そのため白石麻衣さんと佐野優斗さんが交際していた可能性は低いのではと見られています。白石麻衣さんと交際疑惑が浮上した歴代彼氏10人目はかまいたちの山内健司さんです。ここまでアイドルや俳優などの噂が多かった白石麻衣さんですが、芸人さんは意外ですよね。2人は千鳥かまいたちアワーという番組で共演。こちらは千鳥とかまいたちの番組でクリスマスイブということで、ゲストに白石麻衣を招き、マイアンサンタになりきってもらい4人の願いを叶えてもらうという企画でした。4人が1人1つずつお願い事を白石麻衣さんに叶えてもらい、ついに順番は山内さんに回ってきました。最後は山内さんのお願いは降らしてくれるというものでした。山内さん曰く、楽屋に挨拶に来たくらいの感じで、真剣な感じで急にマイアンが、俺に告白をしてほしい。で、俺は振りたい、とのこと。白石さんはこのお願いに、大丈夫です。と OK ポーズ。準備された楽屋のセットで、早速願いを実行していきます。白石さんは、お疲れ様でした収録。今日も山内さん最高に輝いてました。という収録終わりの挨拶から入り、なんかちょっとこう、今までも伝えたいなと思ってて、なかなか言えなかったんですけど、ちょっと今日伝えたいことがありまして、と徐々に告白のシチュエーションへ向かい、私、山内さんのこと、ずっと好きでした。大好きです。と白石さんが告白すると、山内さんは知っとったよと一言。白石さんが思わず吹き出してしまいますが、山内さんは続けて、白石が好きなんやろうなっていうのは知っとったよ。まあ早く聞きたいよな。
イエスかノーか。それで言うとごめんな、ノーやと告白を断ることに成功します。そして、そうですよね、すみません、いきなり、じゃあ失礼しますと背を向けた白石さんに、白石、振り返らずそのまま聞け、お前は最高の女や、だからもっともっとええ男捕まえろと山内さんが一言。白石さんは楽屋を後にし、最後は山内さんが不気味な笑顔を見せました。最後のあの表情はどういう表情なん？という濱家さんの質問に、山内さんは、何とも思ってない女性だったら付き合ったりもするけど、マイアンはすごい女性なんやから、そんな適当なことはしたらダメ、でも大チャンスだったなっていう顔です、と解説しています。そんな山内さんの無茶振りにも答えた白石さんは、いかがでした？マイアンは？と聞くノブさんに、いや、なんか悔しかったです、なんか結構上から振られたんで、と笑ってみせたのでした。いかがでしたか？あの白石麻衣さんを振ったことがある男性はかまいたちの山内さんでした。番組の企画といえど、アイドル時代からトップを走る白石麻衣さんを振るというのはとてもすごいですよね。しかし、まだちゃんと熱愛報道が出たことがない白石麻衣さんですから、これからもしかしたらそういった情報が出るかもしれませんね。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。それでは、また。